冥福と世界の平和を願いお祈りをします。黙祷。美作大学と短大では学生の1割が沖縄出身です。慰霊の日の今日、沖縄出身の学生などおよそ60人が沖縄の方角に向かって黙祷を捧げました。戦争っていうのは本当に起こっちゃいけないっていうのもあって、これからこの世界がずっと平和であるためにっていう意味も込めて私は黙祷していますね。戦争が起きた背景とかを知って、これから起こさないようにするためにどうすればいいかを考えることだと思います。沖縄戦についてわからない子どもたちもいると思うので、その若い世代につなげる活動を自分たちでしていきたいなと思っています。平和の礎というところでこの先祖の書かれている名前などを見て、この先祖がどういったことがあったのかっていうのを振り返ることで自分の学びになったと思います。